はい、皆さんこんにちは。今回はですね、じゃじゃーん、こちらをゲーセンで撮りました。普通にゲーセンしてて、なんていうかな、なんていうあ、ガチャガチャガチャ、ガチャガチャがあるんですよね。でそれで3000円ガチャがあって、でその3000円ガチャでくじみたいなのができるんですよ。でそのくじと普通にガチャガチャ回して当たったら、まあ、こういうのが、なんかそういうポイントだったかな、ポイントとなんか交換できるんですよ。この3ポイントで交換できたので、この私は駄菓子屋福袋を選びました。まだいっぱい当たったら結構なんかポケモンのカードとか、まあ、いろいろとケースの中に入ってていいのもあったんですけど、まあね、自分はもうそうそう、コインチケット、コインとかで3ポイントと交換できるだったのでこれにしました。ってことで中身を開けていきたいと思います。本当はね、その3000円ガチャ珍しかったので気になって2回したんですよ。そしたら両方ともそういうコインのなんかそのくじ引きみたいな形だったんで、もう一つ福袋を選んだんですけど、ちょっと私がね早めに開けちゃって、動画のことを動画に出すか迷ってて、であと食べたいなっていうのが欲が強くてもう一つ開けちゃってるんですよ。だから一つの中身がもうこんな感じです。こうやってお菓子が詰め合わせられてます。あ、これね結構懐かしいお菓子だなって思います。よく小学校の頃とか遠足とかあった時に、こういうお菓子をね、210円までって自分たちは決まってたんですけど、お菓子をこう買いに行ってたことをなんかねたまに思い出します。ということで、まあ、中身を開けていきたいと思います。多分一緒だと思うんですけど、それか中身の中、お菓子の中がちょっと違うって感じがします。オープン。じゃじゃーん、こちらです。これもほとんど一緒ですね、お菓子は。でもちょっと中身のあれがちょっと変わって違うぐらいです。こんな感じです。じゃあね、まあこれ開け、せっかくなんで一つだけ食べたいと思います。なんか本当はね、何個かね、食べようかなと思ってたんですけど、今ちょっとお腹がいっぱいってことで、まあ一つだけなんか自分が好きなのを食べたいと思います。皆さんはお菓子とか結構食べてましたか？今私もね、全然お菓子をね、小学校の頃とかは食べてたんですけど、今全然食べなくなっちゃいました。で自分が好きなのは、この中でこういうゼリーとカルパスが好きなんで食べていきたいと思います。いただきます。じゃまずカルパスから食べます。うん、おいしい。まあね、おいしいのは当たり前だと思うんですよ。皆さんのね、なんか昔のなんかお菓子こういうのが好きとかあったら、ぜひぜひコメントとか、あとおすすめのお菓子とかあったら、最近はお菓子にもちょっと、まあ、あんまり私食べないんですけどハマってるので、ぜひ教えていただけると嬉しいです。もう一つはこのゼリーですね。こういうこのゼリー結構ね買ってたんですよね、小学校の頃とか。いただきます。音が、これ青リンゴですね。青リンゴのなんか、チューブのこんにゃくゼリー、こんにゃくがみたいね。ということで、今日はねこんな感じでゆるゆるな動画だったんですけど、見てください。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。